TBS で今結婚してしまった女子アナというのは、まあ、一番近いところで吉田アナで、同局では N スタに出演する加藤シルビアアナと佐藤なぎさアナ、林美奈穂アナが結婚していて、4人目ですね、吉田アナ。2016年かな、これは、4人目は。結婚ラッシュが続いてます。中堅の人気女子アナで未婚なのは、昼帯の江藤愛アナと、N スタの古谷アナ、古谷なんて言うんだろう。古谷優美アナか。はい。くらいですね。無論、恋愛、結婚は自由です。女子アナは人気商売だけに、若手中堅の人気女子アナの結婚は男性人気の下落につながってしまいます。テレビ局にとっては過言ではないですね。で、同局でもね、無策だったわけじゃないらしいです。2014年以降、新人女子アナ発掘に力を入れ、同年にはミス同志社の、うがきみさとアナ。第9回全日本国民美少女コンテスト審査員特別賞を受賞し、オスカープロモーションでタレント活動をしていた、皆川玲奈さん。アナ。そうなんだ。へえ。と、美人すぎる AD と話題になった笹川優里アナ。これはまあね、そう。知ってますね。美人すぎる AD。はい。確かに。がアナウンス部に移動させましたね。15年にはミス慶応。またやめない。うーちりさ。って合ってるか。うないりささん。りさアナ。すごい、綺麗ですね。学生ヒーローズプレゼンツフレッシュキャンパスコンテスト2011ファイナリスト、村上彩子アナが入社してます。紗栄子さんね、すいません。村上紗栄子アナですね。ミス立教ファイナリストの伊藤楓アナ、準ミス青学の日比真央子アナ。ニュースアクセスに学生キャスターとして出演した山本恵里香アナ。はい。です。と、3人の大物新人を採用してます。2015年ですね、これは。この3年で8人もの有望女子アナを補充した TBS。男性視聴者を獲得できなそうな男性視聴者を獲得できそうな気がするんですが、かつてのフジテレビのようにルックス&肩書き重視、タレント気取りなど揶揄される可能性も高いですね。はい。果たしてこの中から同社の看板アナとなる人物は登場するのでしょうか。今のところ宇垣アナがエース的なポジションにいると思われる TBS ですが、この先なんか人気が出るアナウンサー、まあ、ミトちゃんを超えるようなアナウンサーが現れるのか楽しみなところです。失礼します。